当に嬉しかったです。普段からお世話になっているユニクロさんの服を着て、すごくこう爽やかに撮っていただいて、本当に完成が楽しみですし、あとやっぱこう店頭とかいろんなところでポスターとか CM とかが流れると思うとすごくワクワクするし、早く見たいです。ありがとうございます。僕は、まあ春夏で言うと本当にそれこそ T シャツとか短パンとかサイズ感もすごく良くて、僕も実際何枚か持ってますし、あと冬場になると短パン、あれがめちゃくちゃあったかいんですよね。あと裏肝のパンツを僕3本ぐらい同じやつを持ってて、ユニクロの、それがめちゃくちゃあったかくて、冬はもうそれしか履いてないです。僕は放課後オレンジです。素晴らしいネーミングセンスだなと思って、実際色も綺麗ですし、放課後オレンジだけじゃなくて他の色の名前ネーミングも本当に素敵なので、ちょっと一色には選べないです。本当は髪の色とか変えてみたいんですよ。ただなかなかこう自分好みの色にこう変えるのってこの仕事柄ちょっと難しかったりするんで、妄想で金髪にしたりとかピンクにしたりとかいろいろやってます。はい。